チャオ、あっちゃんです。ちょっと今日はね、用事でお出かけですっていうことでね、どこ行くかっていうのね、途中までしかドガトラのとこは目的地ね、あまり特定するのもどうかと思うんでね、ドライブにしてね、1時間強くらいで、約1時間ぐらいドライブになんねんけども、ちょっと用事でね、行ってきます。奈良県、意外とね、今日どっかの動画でも言ったと思うけどね、ちっこいんよ奈良県って。で、ちっこい奈良県のうちの下半分山やからね、上半分が、奈良県の言い方したら失礼やけどね、下半分吉野でね、吉野のいろいろ山があって、すごく景色は綺麗し、自然でいいところやねんけどね、上半分が町になって、いろんなものの中心部って北の方にあるよ。で、うちから北半分で奈良公園まで行くのも1時間、こんなら1時間以上かかるぐらいのところになってね。で、うちもね、真ん中の真ん中ぐらいにあんねんけどもね、それぐらい、県とか広い県、広いというのか、道が悪いっちゃそうやねんけどもね、あとこれやねんけども、そこらまでね、ちょろっとドライブ、まあちゃんね、ドライブって言ったらみんなね、なんか何でもドライブって言うとかってよう言われるんだけども、車を運転するっていうことをドライブって呼ぶからね、英語勉強し、中学校英語を勉強し直しましょうね、ドライブ。車を運転するっていう動詞がドライブ。だからちょっとプライベートのプライベートでもないね、用事で、ドライブします。だいたい1時間でどこ行くかだいたい分かるでしょ。うちから1時間で行くところって言ったら、チェルビオって言うの、どうでもいい、何でもいいんだけど、なんでイタリア語でしかっても知ってんのかって、うちのね、エアロパーツのエンブレムを作ったの。それをね、フェラーリのエンブレムっていうのを、ケパリーノランパンテって言って、フェラーリ、鹿のエンブレムってキャパリーノランパンテって呼んでるの。で、うちが鹿やから、ね、チェルビオランパンテって呼んでる。そんなんでね、ちょっとしたイタリア語をね、勉強っていうかね、興味のあることだけ調べろって言うと、いろいろと、ね、ちょこちょこっと使うよね。この前からも動画タイトルにパン、4種のパンの時もね、クワトロアルティパンみたいなとか、パスタディポモドーロとか、ね、ポモドーロって言ってもらったね。そんなんで、ね、ちょっとしたね、子供が覚えるぐらいの単語ぐらいまでやったら覚えたね。イタリア語難しいよ。男性同名詞、女性名詞っていうのがあって、それで動詞が変わったりね。一時期覚えとってんけどね、何も忘れた。バイクで事故らんかったら外大行ってて、イタリア語を専攻してね、いう予定やったんやけど、何ってことないね。イタリア行って、フェラーリかランボルギーニか、イタリアのね、カロッツェリア、自動車屋の、ね、カロッツェリアって言うの、自動車工房のこと、カロッツェリアで働きたかった、修行に行きたかったね、実は。その夢、どんどんレースもしたかったってなって、全部事故でぶっ飛びました、あっちゃんの人生は。誰が悪いんですか？自分自身です。それもあったしね、あとお父ちゃんの経営状態があんまり思わしくなかったのもあって、あんまり無理言うてね、留学とか外大とかって、高いよね、外大は学費が。
よう言わんかったやつもあるんだけど、ね、事故も起こしたしね、お父ちゃんにあれしようと恩返しになるかなと思ったら次だよ。で、恩返しである程度までやったし、代も譲ったし、もう思い残すことはないわって感じで、車屋さんから、ね、足を洗ったんやけど、足を洗ったって言い方もおかしいけど、油汚れで真っ黒になったから足洗ってんけど、そうどうでもよ、車屋さんを続けとったら続けとったでまた面白い人生を今歩んでんのかも分からへんけど、辞めたことによって YouTuber っていう面白い人生をね今歩めてるっていうのもありかなって。もし車屋さん辞めてなかったら未だにね人生制度ですね、生涯カミングアウトできずに男で生きてたんかもわからへんし、我慢して我慢してちゅうか、それが日常になっとったからね。でもふっと考えた時にすげえ我慢してんなって、だったら自分らしく生きようって思ったからね。だからじゃあ、まあ自分らしく生きることを選んだんやけど、YouTube はね、自分らしく生きて、自分らしくやっていけるっていういいコンテンツやしね、あちゃんはありやと思ってるんでね。だから、まあ、ね、たらればの話をすると、いろいろ、ね、たらればはないねんけどね、もし、ね、車屋を続けてたら、もし、出たらってなった時にどんな人生を歩んでったんやろなって思ったら、この今のこの人生は歩んでないんやろうな、車屋しててんやろうな。でも車屋で世界極めてもうた、あと夢もなくなったし何ってことね。でも未だにいっぱいあるかな、夢追い続けてたのかな、世界一のまだ上をね、世界一の上ってないけど他の車種で世界一とか目指してたのかな。やったら家族にも苦労かけてたやろうと思うし、体ももっと壊してたやろうと思うしね。もう時間がね、YouTuber 結構時間ルーズで夜中3時4時5時6時まで起きて、下手したら明るくなって、ね、外明るくなってから寝るみたいな生き方してるけど、レースやってる時明るくなってから起きて、次の日暗くなってからも起きて、翌日明るくなってからも、お前いつ寝とんねんみたいな週末を送るから、多分体は壊してたやろうね。で確実にもっと不摂生、レースやってたら不摂生がすごい続く、ね、添加物とかも気にせずにやってて、ね、もう出血も気づかずにとっくに死んでたような今このね、もっと早くに脳出血してるかもわからへんし、脳出血したとしても、ね、今年した同じタイミングでしたとしても多分助かってなかったよ、ね、思ったら、ね、たらればもないし、今の人生、今を生きるっていうのも運命なんやろね。だから誰と出会って、誰と別れて、誰と喧嘩して、誰と仲良くなってっていうの、今のこの人生が正解っていうか自分の人生で、ね、他の人生はないんやろうなって思うね。だからこうなるべくしてなってるんやろうなって思う。結構人生って何かのこのギアの掛け違い、ギアじゃボタンの掛け違いで変わるとか言うけど、変わるんじゃなくその人生を歩むようにレールが敷かれてるんちゃうかなって。どんだけ暴れてレールから外れようと思っても外れたつもりが実は敷かれたレールで歩んでるんじゃないのかなってあっちゃ思う。今の人生なるべくしてなってる、それが今の人生だから、そこに抗うんじゃなくその波に乗ってふうかぷうか浮かぶクラゲのような生き方が最高なんじゃないの。だからあっちゃんは今の YouTuber っていう生き方を続けていくっていうのがあっちゃんの楽しみであっていいことじゃないのかなってふと思うんだよね。無理せず、楽な生き方をする、ある意味ね、レースやってた頃、車やってた頃はストイックにね、自分の体をどこまで痛めつけんねんぐらいの勢いで
時間にも、体にもめちゃくちゃテンションかけて生きてきてたから、だからこうやって YouTuber やって肩の力抜いたこの生き方、どんだけええ加減やねんってみんなに言われるんだけど、この生き方が今のところ最高ちゃうかなって、誰に文句言われる筋合いもないしね。だからって働けとか時間に縛られるとか言ってくる人だけど、いやそんなんせんでも生きていけっからって感じで、要は今生きれたらええねん、みんな将来子供のことがとか将来老後がとか言うけど、老後になったらなった時よ、生きられへんかったら生きやんでしまえし、変な話さ、年いって子供に迷惑かけねえと生きやんほうがいいしって思うし、で子供にあと見てもらう気もないし、自分は自分の食いぶち稼いで、変な話ね、ある程度もうおばあちゃんになっててさ、何も欲もなくなって、子供を育てんくなくて良くなってきたら、1ヶ月ちゃうあっちゃんです言って塩水飲んどるだけで生きていける気がするんやねそれの収益でね、めっちゃうわ厚みでアリンスパパパパパパパ言うとったら生きていけると思うんだよ、本当に。あなたどこから来たのですか、ね、もうそんなおばあちゃんになってね、細々とね、玄米と塩とたくあんがあって生きていけねえ人間、誰かそんなこと言ったら宮沢賢治か知らんけど、誰か言うとったね、そんなんで十分なんやね、もうなんか何言って贅沢もせずに、で YouTube でバズってさ、なんだ、ひとみばあちゃんみたいな変な YouTuber おるんでバズってさ、でね、マクラーレン変えたら、マクラーレンババアって呼ばれてるし、ね、金入ったら入ったら使うよ、入らへんかったら入らへんかったら細々生きるよ、それでいいねってあっちゃんは思ってる、そんな生き方最高やな今思ってる、だから頑張らない、生きることに頑張らない人です、だって頑張っても死ぬ時は死ぬもん、人間の命だって儚いから、だから、そんな生き方をしていくっていうのがいいんちゃうかな、だからふーっとここ通ってさ、もちろんさパン屋さんなんで、あパン美味しそうやな、パン食べようかなってふって思う時もあるしね、お昼何か、あーお腹減ってきた、昼ご飯、子供にご飯作って、で昼ご飯外で食べようと思ってね、ちょっとね出かけるから時間まだちょっと早いんやけど、時間押してしまったらあかんから調整するのに昼も外で食べようかなと思って、だから出かけてきてんけどね、まあ、寿司とかまだ安いし、まあね、そんな高いもん食べへんからなんでもいいや、なんかそう玄米と漬物でやそんな店ないっちゃね、まあなんでもいいけどね、ここ、ムーンフールってパン屋さんで、ここのパン美味しいね、安いし、空いてるわけよ、ムーンフールで買って移動車中飯してもいいねんけど、なんでもいいや、そんな適当な人生を送ってる厚みでパリンス、ね、まあそんな感じでね、今何分撮ってる、もうそろそろ止めてもいいのかな、途中から撮ったからね、途中ね、いやのカットするから、何分から始まり始めたかな、何でもいいけど、さっきはね、自販で有機麦茶買ってここから取ったからね、有機オーガニック麦茶、国産有機大麦塩、いくら国産有機大麦塩しとったからね、農薬作っとったら意味ないね、ペットボトルあんまり体にはよろしくない、あんなこと言うてるんだからまた怒れんな、いらんことばっかり言うてね、動画撮っとうかな、すごいね、めんどくさいファンチのババアに怒られんねファンチババアやとまた怒られんな、すぐいらんこと言って怒られんねんけどね、ふざけんなかかってこいファンチババアはめんどくさいわ、あしょうもない、まあ、しょうもないとだからけどね、みんな動画楽しんでもうと思うね、しょうもないとだからけど、ああもう何しようかな、お昼何食べようかな、ライブやったらな、みんなになお昼何がええとかって聞いて選んでもらったやつだけど、
なんか減ったよ。そろそろね、桜井まで来たんで、三輪神社過ぎぐらいからカメラ止めようかな。そっから向こうで天理の方入ってご飯食べる。どこで食べるでしょうか。答えはお昼ご飯動画で出します。食べるところは三輪神社のから向こう側です。奈良北方面に、走っております。奈良市内方面に走ってるんでね。さあどこでお昼を食べるでしょうか。 AW 神社。懐かしいな、初期の MR2。 マーチのマイクラとかね、変なモニター何すんの。2台ともらっちゃう、星車。どうでもいいか。そんなこんなでね、あ、花水木さんだった。あ、これランチ美味しいよ。1000円のお刺身でしょ。そろそろ美和さんの大鳥居の前まで来たんでね、ここを越えたぐらいからちょっとカメラを止めて、みんなにはどこに行くかは内緒にします。どこ行くでしょうか。お昼ご飯の動画は出た時に答え合わせです。で、どこへ行くかっていうのはわからん。もしかしたら今日コミンティあげるかわからんし、あげへんかもわからんし、昨日上がっとったら、あ、さっきあげとれへんけと思ってくれてるし、あげへんかったあげへんかったで、もしかしたら、ちょっと早めについてそこらでね、ちょっと動画撮ろうと思ってんのよ。だからそんな感じで撮ってくるんで、皆さんお楽しみに。ということで、美和さん超えたんで、この辺で、ビデオ止めまーす。ではまたね、バイバイ。